川山先生、今の田中先生のお話聞いて何か感想なりご質問なりございませんでしょうか。田中さんのお話いただきまして本当にいろんなことを教わりました。ありがとうございました。いろんなことをもう一歩二歩踏み込んで伺いたいことがたくさんありますけども、やっぱり今日のお話の中でやっぱり一番大きなメインテーマはそのヨーロッパ思想もしくはヨーロッパ、学問におけるユダヤ人の、貢献もしくはユダヤ人的、発想方法のリーダーシップというような、そこのところをどう考えるかという問題だと思います。この問題難しくてですね、こんな場所でもってあれこれと言えるような事柄ではないということもよく承知しておりますので、なんかどうしたらいいかなって感じがしてるんですが、とりわけですね、特に今の話のミュンヘン以降、ミュンヘンとそれがベルリンの部分、つまりそのドイツの中で、ドイツ人と私たちもいろんな付き合いがありますが、その中からその、ユダヤ的発想、ユダヤ人の思想といったものをどうやって切り分けてみるか、あるいはもちろん、ドイツ人の場合にはもちろんユダヤ的発想以外のいくつかのこう重要な源泉がありますから、そうしたものの中でもってユダヤ的発想とそうではないものとどうやって切り分けたらいいかなということを、私たちもいろいろと思い悩んできたものですから、今日は大変そのことについての刺激的な話をいただいたと思っています。実はミュンヘンという町、ご承知の通りに今先ほど拝見いたし、フィルムでも図像でも拝見しましたけれども、とてもユニークな町だと思っています。実はでちょうど今日はこんな話を先ほどのような話を申し上げたのだからそこだけに限定します。実は、パドヴァのマルシリウスという人は、最終的にはローマ教皇庁と激しい対立関係になったんですが、その時ローマ教皇庁、ローマと言ってますが実はローマにありませんでした。フランスのアビニョンに、移っておりまして、約60数年間、ローマ教皇は実はアビニョンにいたんですが、フランス王権の、実質的な、影響下に置かれていたということがあるんですが、したがってローマ教皇と対立するいろいろな立論は、いずれにせよアビニョンを対象と考えざるを得なかったという側面があります。実はそれに対して、当時のいわゆる神聖ローマ帝国もしくは世俗国家の、に対抗するそのオピニオンのリーダーたちは実はミュンヘンにいたんです。その当時神聖ローマ帝国は、バイエルンと、ミュンヘンバイエルンにありますが、バイエルン朝って朝って字か、王朝の朝と字書きますが、バイエルン朝のルドヴィヒ一世しかいなかったんですが、ルドヴィヒ皇帝ルドヴィヒがですね、ドイツ陣営を形成しそれを率いまして、したがって当時その、世俗関係つまりキリスト教会とその世俗国家との間の関係は実はミュンヘン対アビニョンという関係にありました。アビニョンの側も実は話をしていると大変面白い問題がありますが、ここは長くなりますがそちらは端折りますけれども、他方のミュンヘンの方はですね、そこに集結したのは、実は、バイエルの人たちだけではなくてヨーロッパ各地から多数 の、 その思想家たち、あるいはその他、芸術家も含むいろんな人たちが、派生参じていました。先ほど申し上げたパドヴァのマルシリウスも実は、パリにいましたものが、やっぱ呼ばれる形でもってミュンヘンにしばらく滞在しました。あるいはもともとイングランドイギリスの哲学者であったウィリアム・オッカムのウィリアムですけども、オッカムも実は、この時に、アビニョン教皇庁に対抗する目的でもって理論化、作業をするためにミュンヘンに呼ばれました。先ほどご覧いただいたミュンヘンの視聴者は新しい視聴者ですけど、昔の建物と少し向こう側に今ではレジデンスと、本来、皇帝が住んでいた場所という、住まいという意味ですけれども、レジデンスというのがあるんですが、そこにですね、実はオッカムたちマルシリウスたちその他、多数 の、 その理論家たちやあるいはその政治的な何て言うかな、スポンサーたちが集まりまして、やっぱその、対、アビニョン
教皇庁全戦線を構成しました。そこにはですね、イギリスから、まあ、今申し上げたイタリアから、あるいはチェコですね、当時のボヘミアから、各地から集まって、いわばその、当時ドイツでは大変珍しい形での国際的なその思想戦線、前線というべきものができました。実はその中にはもちろんまだユダヤ人問題というものが表面化する前のことでしたけれども、イギリス人の、まあ、あの一種のこうノミナリズムと言ってますが、有名主義的その、哲学から始まりまして、まあ、様々なものがそこで形成されていた、ミュンヘンってそういう街からスタートしたんですね。その後、まああの19世紀20世紀に至るまでいろいろなものが流入しましたので、それらを切り分けすることはとっても難しいですけれども、というそのおそらくミュンヘンはですね、まあ、ドイツの近代化のさなかでもってベルリンとの対抗関係だとか、あるいは西南ドイツ、まああのライン川周辺のこの世界と対抗しながら独特 の、まああの世界を作り上げていったという、そういう性格があります。もちろんあの後になってここには、まあ、現在私たちが、まあ、あのフランクフルト学派と呼んでいるような人たちも含めたユダヤ系の思想もここに流入いたします。ということで、まあ、あの私たち歴史家としてでの発想で考えますと、ユダヤ思想を含めたさまざまなその思想や文化の潮流がそこでもって、流入し、そこからあの現在までいろんな形でのオリジナルな思想がここで展開され発信されてきたという、そういう場所だなということを改めて教えられます。もちろんあのその間には、数百年長い間の経緯がありますので、あの簡単に一言でもってミュンヘンを語ることは困難ですけれども、しかし、まああの先ほどお話しあったような、側面も含めて、まあ、ドイツにおける、まあ、ミュンヘンというかな、あるいはウィンハンを含む、まあバイエルン世界の独特のカルチャーも、これは学問においても、またそれ自体の思想的展開においても大変あの興味深いなという感じがしたものですから、先ほどの、田中さんのお話も合わせて考えてみたいと思っています。ありがとうございました。はい、田中先生、あんまり時間ないんですけれども、短めにお願いします。とてもね、ミュンヘンのことをよくご存知なんで、感心したんですけども、やはりミュンヘンと、ミュンヘンというのはやっぱりドイツの中でもですね、非常に特殊な位置、まあ、先ほど言ったとあのウォーブル研究所はハンブルクにあったんですね。ハンブルクのユダヤ人たちが、まあ、作った。ウォーブルクというのはご存知のように、その後もうアメリカに行って、もうあの非常にカクカクたるこの FRB、 あの要するに連邦制度銀行ですね、こうそういうものを作る大きな力になるわけで、その人たちがお金を出して美術研究所を作ってたわけです。でそういうことが一体どういう意味があるのかという、であの実を言うとですね、私は、まあ、あのユダヤ問題を言うんですけれども、基本的にはですね、あの文化っていうものはやっぱり土着の人たちが作る、ユダヤ人は研究する方なんですね、あるいは画商、あるいはそれを近代になって初めてですね、画家が少し出てきます、あるいは音楽家が出てきますけれども、原動力はもう各国の土着の人たちなんだということを、あの非常に感を強くするわけです。ですから私は確かにもう今実を言うとボロネ大学で、あの客員教授もやってるんですけれども、まあ、毎年行ってるんですが、しかしそれを助けてくれるのもユダヤ人なんです。で日本人を助けてくれるのもユダヤ人、まあ、主婦がそうでしたけどね、日露戦争、そういうであると非常に客観的な目を持っている、初めてこうグローバルゼーションじゃないけれども、インターナショナルな目を持っていることは確かなんです。ですから日本を評価するのもユダヤ人なんですね。ですからそういう意味で決して私は反ユダヤ主義でも何でもないんですが、しかしやはりそこにおける独特な思想というものはやっぱり是々非々でいかなくちゃいけないなというふうに思っているわけです。まあ、そのことが私の、まあ、いわゆる西洋体験の一つの、まあ、大きなあの、まあ、印象というかね、このまあ、よりどころでもあるわけです。ですから学ぶべきことは非常に多いんです、まあ、亀山さんがおっしゃったようにですね。しかしやはり同時にですね、そこにある毒があるわけですね。
でこれは日本を悪くする毒でもあり得るわけです、まあ、場合によっては社会主義あるいは ああいうですねこのフランクフルト学科のああいう革命思想にもなるわけですね。これが実を言うと若い今アフリカとかなんかいろんなこう社会主義という名のこう非常に危ない思想っていうか、まあもちろん20世紀はそうじゃなかったんですけど今はもうみんなそういうふうにはっきりしてきてるわけですが、まあそういう危ないことも関わっている問題、まあこういうビビッドなですね社会の中で学問っていうのがあるんだなっていうこと、これやっぱり忘れてはいけないことだろうと思うんですね。はい、ありがとうございます。今の田中先生のお話とお二人のやり取りについて松田先生の方からございませんか。これはいつかもっと大きな時間とって田中先生に伺いたいと思っているテーマ先に申し上げて、その次に、はい、今の質問に、はい、一つはパノフスキーの、ゴシック建築とスコラ哲学と、うんうん、私はこれを1972年、マサチュ、ミドウェストリサーチインシチュートというカンサスでこの重要性について教わったんです。そうですか。メンタルハビット、ハビタスメンタリスっていう。あ、なるほどね。でそれに神学大全がいかに影響しているかという話も伺ってですね、これは面白いテーマだと今なおライフワークの大きなテーマと思っております、うんうん、これについて簡単にっていうのと、うん、それからいずれこれは大きなテーマとして、うん、それからもう一つはですね今日のお二人の先生のお話で、カトリックとプロテスタントの芸術で見ると、うん、デューラーの絵に見るように、うん、カトリックの方が、うん、総合芸術の力としては美を尊ぶ力としては非常に高い評価を田中先生もされていると。でプロテスタントの方、またプロテスタントから分かれる正教徒の方で、日本に入ってきた無教会派とかですね、だん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 聖書中心になってくると総合的な芸術のパワーがそがれてしまうと、ところが、ここがお願い質問なんですけれども、カトリックの芸術といえどもですね、旧約聖書との緊張関係の中で、素晴らしい作品ができていると、それが例えばミケランジェロの作品だと先ほど話されたんですけど、そのトレンドはやはり今日まで続いていると見てよろしいんでしょうか。はい、まあそのことがですねまさに、まあ、今研究の問題にも結びついていて、結局隠れた総国っていうかですね、こう表ではキリスト教というものとユダヤ教というものが必ずしも対立しているように見えませんけれども、実を言うとこの問題っていうのが結局、まあ、基本的な問題として常にあるからこそ、その問題をめぐってですね、やはりオブラートをかけたような、まあ、いろんな主題にあってもそこに根底にこれがあるんですね。ですからやはりご存じようにパノフスキーがこういう研究をした時にキリスト教美術っていう名前を出さないんですよ。つまりエミール・マールは出すのにパノフスキーは出さない。そしてゴシック美術ということで、まあ、まさにこの先ほどおっしゃったトマス・アキナス、あるいはそういうこのゴシックのこう思想の体系をカテドラルに見るというですね、そういうことと、それからまあメンタルハビットっておっしゃいましたけれども、そういうこの人々のある種の思考のパターンっていうもの、あるいは感受性のパターンっていうものが非常にこう文化表現に強い影響を与えるっていうことで、こういうこと、まあ実は一方でですね、私はレヴィ・ストロスという文化人類学者に非常に興味を持っていて、この方は非常にそういう意味でユダヤ人でありながら
反こう、まあ、キリスト教というかキリスト教よりもやっぱりいろんなこう各あの地方各世界のですね、まさにそういうグローバリゼーションのこう、まあ、彼はあのいわゆるアメリカ原住民の研究をしてましたから、でこういう人がやはりユダヤ人としてこう西洋人が見れない視野っていうものを出してくることによって我々の実を言うと西洋理解あるいは日本人理解っていうのもですね、非常にあの多様になってくるっていうかあの面白くなってくる。ですからやはりこういう大臣たちとこう協力しながらですねこのやるっていう体制、それからやっぱり彼らの持っている逆に言うと変ある意味での強い、まあ、心境もそうですけれどもね、こういうそのロゴス中心主義っていうものに対する偏重をやはり形とかあるいは別の視野からね答えることができるのもやはりに日本人じゃないかと思ってるわけです。まあ答えになったかあれですけれども、やはりそういうことがですね こうこれからのこう、まあ、日本人の学問の方向に非常に指数もだと思うわけです。松田先生よろしいですか。はい、それじゃあちょっと時間をしてますので、また最後にこの問題に引き継ぐことにして休憩入りますか。はい。